うそう、こんな仮面かぶったやつたまに外でも見かけるからな。流行ってんのか。なわけないだろ。こいつは強さの象徴さ。一番強いやつしか持てない。どうだ、欲しいだろ。うまう。お前そんな人生でいいのかよ。うまう。今お前が1位なんだろ。一番強いんだろ。みんな倒してきたんだ。それを誇りに俺と戦えよ。うまう。逃げるのか、逃げ続けるのか、そしてヒーローが現れるのを待つのか、そいつが代わりに戦ってくれるのか。そんなヒーローはどこにもいないぜ、リキ。いや、うまう。よし、戦う男の目になったじゃん。人を集める。じゃあバトルスタートだ。お前このスクレブウォッチが欲しいんじゃないのか。水前のお手から幻のスクレブウォッチ。ジャーシー、私の出番だ。力がみなぎってきた。あらりゃほーれ、うまう、うまう。あらりゃほーれ、うまう、うまう。残念だよ。お前がこの程度だったなんてよ。結局俺が最強じゃねえか。うまう。じゃあな。やるじゃないか、リキ。いや、うまう。お前は俺をも乗り越えた。驚いたか。なんだその適当なリアクションは。まあいいか。そしてこれからはお前がこれを引き継ぐ。マスク・ザ・サイトは今日からお前だ。そっちの方が仰天するんだな。まあいいか。面々と続いてきたこの学校の伝統だ。最強がこのマスクを継ぐ。次はリキ、お前だ。かぶってみる。ほら、早くしろよ。心眼で捉えよ。よし、お前ら、今日は朝まで斎藤祭りだ。手始めに新しい斎藤を胴上げしながら校内一周だ。